夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかい、源氏名がポエムです。そしてもう一人、渡辺大志くん。そしてベース、サンジ。最後、ドラム、黒田陸くん。似合ってないとか言うのもやめてもらっていいですか。ちょっとさっきさ本当に言われてショックだったからさ。サンジ似合ってるって、サンジ似合ってるよ、サンジ似合ってるよ、ありがとうありがとう、分かった。あれロブルッチや、ロブルッチ、ロブルッチ、はい、こんな感じで楽しい雰囲気で僕らアマルティアクライムやってます。いやー、こんだけ
みんながいてね、発表するとね、すっごい楽しいですね、ライブも。もう僕ら先輩たちがいなくなったら寂しくなっちゃうなって、本当に先輩が今日と明日で引退だからさ、俺次部長なんだよ。心配で心配で、でも先輩のいいところをたくさん見て、ね、これからもやっていきたいと思うんで。長い長い長い、うるさいぞ。はい、次あのプリチエンジェル待ってるんで、最後ぶち上げの曲、奏でて、それで次に繋げたいと思います。ブラジャーのホックを外すときだけ心の中まで分かった気がした。携帯なんて出なくていい、いつの間にか時間が止まればいい。翌朝君は叫んでまた言った、僕にと影残して。ただ日が落ちた下北は地下のライブハウス、いつもは冷たくするくせに二人の時は優しくするんだね。君は言う、あなたいるみたいでいて、そんなに悲しい音が Oh,